和泉警察署では今日、ベガルタ仙台クラブマスコットのベガッタ君が一日警察署長に任命され委嘱状を受け取りました。ベガッタ君は地下鉄和泉中央駅前広場で署員13人とチラシ配布などをして110番の正しい利用方法を呼びかけました。110番は真に事件事故で困っている方のための通報になりますので、いたずら電話、あとは不要不急の電話は110番に通報しないようにお願いします。県警によりますと、去年1年間の県内の110番通報はおととしより1万1000件多いおよそ12万9000件で、このうちおよそ1割にあたる1万5000件は落とし物や運転免許の更新についてなど緊急性のない問い合わせなどです。こうした問い合わせは各警察署や警察相談電話シャープ9110で伝えてほしいとしています。